でちょっといい気分、あなたのお金。夏頃咲き頃レイディ、ちょっと噂が揺れて。夏頃咲き頃レイディ、ちょっと香りが揺れて。私も捨てたものじゃない、こっそりかなりそう思います。元気でしょうか。こんにちは、いつも元気な沢田聖子でございます。海外からですね、たくさんの方のお便りをたくさんいただいているわけなんですけれども、おっと、この方はなんとですね、日本の方